はい、今回ですね、ここのトランポリンのステージが、ちょっとね、難しい人が結構いると思うんですよ。ジャンプしてる時に落ちてしまいますみたいな。なので、ちょっとしたコツを今日は、教えていきたいと思います。ちなみに昨日ですね、12時間ぐらい僕スプラトやってたんで、このステージは結構覚えてきたんですけど、ここにまず、乗るのに、落ちないように乗ろうっていう。ちょっと伝授しますね。まあ、長押しすると高く飛ぶんですよ。ジャンプしないとこの状態。ちょっとジャンプするとこうなる。これ長押しでいけます。だからジャンプしたい時長押ししてるといける。で、タイミングよく、まあ、スティックを前に倒して進むんですけど、まあ、これがちょっとシビアなのかな？ちょっと難しいんだと思います。多分ね、落ちると一回でこうやってね、行こうとしてるんですよ。まあ、慣れてくると一回でいけるし、ここの端っことか掴めば、割と、余裕が出るんですよ。この幅。この幅飛べるので。結構余裕で慣れてくると飛べるんですけど、慣れない人のために、まずは一回乗るじゃん。こんな感じで。で、ちょっと自分でタイミング見て、前に行けば、落ちにくいんじゃないかなと思います。ここも同様ですね。ここも、少し前に出てから、ジャンプ。少し前に出てから、ジャンプって一回経由すれば、確実に行けるかなと思います。いっぱい来た。あ、落ちてく、ほら、落ちてく。落ちてく、ほら。これね、大ジャンプと小ジャンプ、組み合わせれば落ちないから。気をつけてね。はい。来れるかな。来れるか。おお。頑張れ、頑張れ。落ちないように。おお、いいね。あ、一人落ちた。これ面白いんですよ、これ。散歩で遊ぶだけでも結構面白くて。これできる？イカ状態で、金網に入るやつ。これ、イカ状態で金網入って解除できるか？ちょっと待って。難しそう。すり抜けてった。おー、最初だけちょっと、混乱しちゃうかもしんないけど。おー、おー、あーあーえ？え？なんで今、上で死んだ？え？なんか上で死んだ！何今の？惜しい、あ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